夜も聞こえる明るい声が時は過ぎ去り明治の初め栃木県にて足利南部堀米生まれの堀米源太声の良いのが何より自慢改正以来苦戦悪戦出されまして我が子二人は戦死をすれどひるまずたゆまず奮闘いたしついに落城いたされまして三旗旅順に翻されたの遺族訪問いたされまして謝罪なさったこの一席は頃は2月の木更津時で牛の育ちの乃木将軍はどこへ行くにも失踪なしたくしようと我が家出かけて梅林にてそこに立派な売店ありて腰を下ろして眺めをいたす梅の香りがまた格別で日頃たしなむ徘徊などで既に夜更けて11時ごろに突きありありと寒さこらえて佇む折に二人連れなる辻浦売りが破れ合わせに身をまとまれて赤い提灯片手に下げて
と手を引き下げな声で恋の辻裏あの早分かり勝って皆さん皆さん方よ客を呼ぶ声さぞ愛らしくさても今夜は一つも売れず兄は一人で心配いたしそんなこととは弟知らず地獄生まれて九度というは年の頃なら二十と二三昨年月その折からに鷹を見染めて覚めて胸でも
それを止めるには3年稼げ、それじゃ稼ごうと仕事にかかる、寝る間寝ないで3年のうち、そこで急増がメタル金が10と8両入にしあれば、前の決まった時間、まずはこの土で止め置きまして、またのご縁に伺いまするがうしさね。ありがとうございました。